避難所については理解していただいたかと思いますが、新型コロナウイルス下では避難所での過密防止策としてさまざまな避難形態について検討する必要があります。災害が起きると何が何でも避難所に行かなければと思われる方が多いと思いますが、決してそういうわけではありません。避難の形態としては、実は1、在宅避難、2、縁故避難、3、避難所避難の3種類があり、状況に応じて選択する必要があります。それぞれについてもう少し詳しく見てみましょう。地震災害が発生し、電気やガス、水道が止まったとしても、倒壊の恐れなどの被害がない場合、避難所に行く必要はなく、自宅にとどまり生活する在宅避難が第一の選択肢になります。洪水の場合も、浸水がそれほど深くない場合には、自宅2階への垂直避難も選択肢の一つとなります。次に、自宅が倒壊の恐れなどの被害がある場合、安全な近くの親戚や知人の家があれば、縁故避難を選択するようにしてください。避難所における3密を回避するため、あらかじめ縁故避難先を確保するなど、なるべく避難先を分散できるようにしておくと安心です。一方で、自宅に被害があり縁故避難先も確保できない場合は、避難所避難を選択し、指定避難所となる小中学校へ避難してください。最後にポイントです。避難所への避難だけが避難ではありません。避難形態は3つあり、倒壊などの危険がない限り、自宅にとどまず在宅避難が第一の選択肢になります。ただし、危険の可能性がある場合は躊躇なく避難所避難を選択するようにしてください。